はい、今回は、イザナミダの意味ですね。イザナミダというね、言葉が、2チャンネルなどで、まあ、連発されるね、そういう流れがあるんですが、まあ、わからない人には全然わからないというね、言葉なんですが、元ネタはね、ナルトっていう漫画、ナルトっていうね、まあ、忍者の漫画なんですが、そこに出てくるイザナギっていうね、人物が使うね、術ですね、忍術ですね。これがイザナミというね、忍術だそうなんですね。で、このね、イザナギが使うこのイザナミというね、忍術、これをね、これがね、説明がすごくしづらいんですね。で、わかりづらい。まあ、ちょっと間違ってるかもしれないですが、大体ですが、大雑把に言うと、時間をね、ループさせるような、そういうね、忍術。これがね、まあ、イザナミっていう技なんですね。はい。で、特にね、2チャンネルの、この、中で使われるね、イザナミだというね、そういう流れ。これにはね、意味は、特定の意味はないんですよね。まあ、ただちょっとね、シュールな感じになるというね、そういう意味ではね、まあ、意味を持ってるんですが、特に何かね、意味があるというね、ことではないと思いますね。で、まあ、知らない人から見るとね、何が起こってるんだと。こう、ちょっとね、不気味な感じ、シュールな感じを受けるので、まあ、なんだよそれっていうふうに聞くわけですね、みんなが。でも、その、イザナミだって言ってる本人たちもね、まあ、ナルトの元ネタがナルトであるということはね、分かってますが、明確にこう説明できるわけではないですし、まあ、意味を持った言葉ではないので、こうだよってことはね、言えないわけですね。で、ますますね、その分からない人は、こう不安に陥るという、そういうね、まあ、一種のノリですよね。はい。これがちょっとね、面白いということですね。で、よく考えてみるとね、こういうのは前もあってですね、昔ですね、タナシンっていうね、タナシンっていう言葉があったんですね。まあ、2チャンネルなんかでよく使われましたけども、まあ、このタナシンということをね、小文字でね、タナシンって書くんですが、英語の小文字でタナシンと書くんですが、特にね、このタナシンも意味が漠然としてるんですね。何かね、真実とか、そういうものをね、意味してるというね、感じはあるんですが、特定の意味を持たないと。ただ、このタナシンだとかね、タナシンっていうことをね、連発するとですね、意味をわからない人にとってはね、元ネタを知らない人にとってはね、ちょっと怖くなるという、そういうね、言葉、ですね。はい。ですから、このイザナミだという言葉もね、特定の意味を持たないと。ただ、こう、意味を探って聞いていてもね、意味を聞いても、答えないし、まあ答えられないというね、そういう言葉だなと思いますね。